隼人の反乱は、720年九州南部に住む、隼人が、大和王権に対して起こした反乱である。一年半近くに及ぶ戦いは、隼人側の敗北で終結し、大和王権の九州南部における支配が確立した。7世紀後半の九州南部は、大和王権の勢力が及んでいたものの支配体制は、完全ではなく、熊祖あるいは、隼人と呼ばれる住民が、 多くの集団に分かれて拡挙する状況であった。朝廷は自らの勢力範囲に広く律令制を導入することを試みていたが、九州南部においては住民の支持を得られなかった。これは律令制が稲作を制度の中心に据えており、稲作に適さない白須土壌の広がる九州南部には適合しなかったためである。一方、 南西諸島を経由した中国大陸との交流が活発化しており、朝廷は元井国司と呼ばれる調査隊を組織して九州南部と南西諸島の調査を行っていたが、700年に元井国司が九州南部各地で現地住民から威嚇を受ける事件が発生した。朝廷は、太財府に武器を集め702年8月、薩摩、他の反乱を契機に、 九州南部に兵を送るとともに、日向国を分割して、小皿国を設置し現地の支配体制を強化した。さらに713年には、大隅国が日向国から分置され、当時律令制導入の先進地であった、部全国から5000人を移住させ指導に当たらせるなど、支配体制がさらに強化されている。律令制。 特に国軍制の導入や反電収支法を推し進めようとする朝廷と九州南部において共同体的な土地利用形態を守ってきた早戸との間で緊張が高まった。養老4年2月29日、太宰府から朝廷、大隅国国士の飛行士マロが殺害されたとの報告が伝えられた。朝廷は三月四日、大友旅人を進む早戸自説大将軍に 龍尾室と小瀬正人を副将軍に任命し、早との政党に当たらせた。早と側は、数千人の兵が集まり7カ所の城に立てこもった。これに対して、朝廷側は、九州各地から1万人以上の兵を集め九州の東側及び西側からの二手に分かれて進軍し、6月17日には5カ所の城を陥落させたと報告している。 しかしながら残る僧の岩木と姫の城の二条の攻略に手間取り長期戦となった。大友旅人は戦列を離れ8月12日に都に戻りその後の攻略を副将軍らに任せている。一年半近くにわたった戦いは、早戸側の敗北で終結し、養老5年7月7日、副将軍らは、早戸の捕虜を連れて都に戻った。 ハヤト側の戦死者と捕虜は合わせて1400人であったと伝えられている。反乱のため反伝衆受法の適用は延期されることになり、戦乱から80年近く経過した延略19年になってようやく適用されている。ハヤト塚ただし、反伝衆受法は朝廷に完全に服属して、百姓、公民になった者に対して適用されるものであり、 未だその要件を満たしていない早戸が、反伝デ州時報の対象になったとは考えられない、ことから、反伝デ州時報と早戸の反乱を結びつけることには、否定的な見解もある。参照、宮原武雄、律令国家と、変容、古代東国の徴用と、農民岩田商院、2014年。ISBN 978から4から872948622。87 ありがとうございます。